クリスマス一人歩けば満天の星空に雪が舞い降りてゆく。クリスマス君もどこかで、クリスマス同じ星を見上げてる。もう一度君に愛を送りたい。横丁のラーメン屋、赤い矢のこのチャイナ服、そっとめくばせチャーシューをいつもおまけに2、3枚。ズン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 バカ、ズン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 バカ。道はアジアへ、もうちょっと歌いたいぐらいなんですけどね。やっとこう喉が馴染んだぐらいなんですけどね。でも時間なんですよね。ね。いいの？カラオケが今歌ったやつじゃないんだ。1曲だったら大丈夫。もうね、皆さんが言ってくださればなんぼでも歌えますよ、本当に。もう皆さんに届けたいわけですから。皆さんのアンケートってか拍手か何かで決めます？限界突破サバイバー。お、すごい反応がいいですね。もう、いやいや、皆さん待ってください。音響さんがめっちゃ苦笑いしてますけど。あ、ないんですね、カラオケないよって顔してますけど。可能性のドアはロックされたまま、やれやれ今度も壁をぶち破る。今だ限界突破、叫べヘノヘノカッパ、無敵の追い流そこで待っている。ドラゴンボールスーパー全王様もおったまげ。ありがとうございます。まさかのアカペラ。アカペラで最高。カラオケがないから今回は9パターンもね。そうですよ。 ABCDEFGHI までですから、まあ、前半は全部カップリング曲演歌にして。そうでした、まあ、演歌歌手氷川きよしですよっていうことをこう表現させていただいて、自分のこう好きなこう音楽とかも届けられるといいなっていうふうに思いましたし、だからあの演歌とバラードとポップスとこう3形態にしまして、はい、で今回はまあクリスマスの時期に発売するということで、まあ、全曲ポップスでクリスマスソングにあのしようということでなりまして、うん、で改めて清さん、はい、第69回 NHK 紅白歌合戦19年連続出場、はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。本当に皆さんのおかげで本当にありがとうございます。これからでも紅白の方は、はい、歌が決まっていき、そして演出や衣装が決まっていき、忙しくなりますね。そうですね、衣装もね、やっぱりこう、なんか今回は まだ曲がね。そうなんですね。あれしてないんですけどもね、ま、何になるか、ちょっと衣装もちょっといろいろ自分の中ではこうしたいなとかっていうのはあって、はい、ちょっといろいろなんかこうやってみたいなっていうのはあって。うわ、楽しみ。すごい楽しみですね。はい。